はいどうも、コンシルジです。今回はですね、元カノとか元カレを食事に誘ったりとか、まあその、デートじゃないですけど、まあお茶でも飲みましょうかっていうお誘いをするときに、犯してしまいがちなポイントと、犯さないようにするための、まあ秘訣みたいなことをお伝えします。で、これ男性と女性で違うんで、まずあなたが男性の場合ね、 これをお話します。その後女性の場合の話もしますんで、女性の方も聞いてくださいね。で、あなたがまず男性の場合なんですけど、男は早めに段取りを取りたがりすぎ、スケジュール立てたがりすぎなんですよ。 ほとんどの男は雑談っていうのができなくて、で、その目的を持った会話しかできないので、もう頭の中に復縁したいっていう目的があり、復縁するためには会わなければならないという目的があって、そのためにはデートに誘わなければならないがあり、デートっていうのは日程を決めなければならないとか、場所のを段取らなければならないとかっていう、もうすべてそういう潜入感というか、その段取りで目的意識で、 相手に連絡してしまうので、女性からするとそれって本当にその意味がわからないことなんです。だから、まあ最終的なゴールとしてね。何かその食事に誘うとか、お茶に誘うっていう,うーゴールはあっていいんです。 いいんですけど、それに向かって焦りすぎなので、例えばですよ、まあその、お茶でもどうですか、食事でもどうですかみたいな感じで、久しぶりにっていう感じで誘うとするよね。で、うん、まあでも忙しいからとか、まあいいよとか、まあいろいろ返事が返ってくるかと思うんですけど、その時に、例えば忙しいからって言われた時にさ、あの、だ大体のというか、まだ分かって、福祉のことを分かってらっしゃらない男性とかは、じゃあいつがいいのになるんですよ。 え、じゃあいつがいいのはもうその段取りの話にも入っちゃってて、それは、それだから嫌なのって女性は思ってますね。そういうとこって思ってるんで、え、じゃあいつがいいのなんて言っちゃダメですし、そこは、ああ、そうなんだねっていうふうにかん、あの、話を流してからですね。例えば最近忙しいのとか、その、お前の職場変わってないのとか、あ,あの、そんな根掘り葉掘り聞く感じじゃなくね。 根掘り葉掘り聞く感じじゃなく、そういう感じで軽く、その雑談を展開していかなければならない。で、その雑談も雑談しようってなるじゃん、男は。だから雑談が今度目的化するの。 こうやって雑談するといいですよって僕が言うと、雑談が目的化してしまって、雑談を何としても遂行せねばならないぐらいの意識になっちゃうから、またそこでチグハグ感が出るというか、無理やり感が出てきちゃって嫌われてしまうので、雑談はするんですけど、これすごく難しくて、その、水草のような雑談をしなきゃダメなの。ゆらゆらしてないとダメなわけ。あの、がっちり固めて、やってたら手首折れるわけですよ。ね。 何したってこ、ここはね、あのー、特に、あ、でもこれ格闘技全、全般そうか。ここは手、手、力抜いてないといけないわけ。で、パンチするときは瞬発的に力を入れるわけだけど。でも基本のときに構えてるときとかに、ここ、ガチガチに固めてると、ダメなんですよ。ここはいつでも力を抜いて、ヒュッと力を入れられるようにしとかないと。そのイメージ。わ <laughs> かる <laughs> そのイメージで、 相手から反応来た時に、まあその反応に適した反応をシュッと返さなきゃダメで。うん、で、また、あーまた力を抜いて目的なくこの手はブラブラしないといけないの。海藻のように水草のようにね。で、それじゃあ具体的にどうすればいいんですかってよく言われるんですけど、それを自分磨きの期間中に他の女の子と交流することによって練習してくださいってことなの。これの感覚までは教えられないよね。 ちょっとやってみって言うしかないでしょ。これ口頭で教えるの無理なんですよ。なので、そういう風にするといいですよってアドバイスは、あの、例えばネット普遍工作にご依頼していただいた、その依頼者さんとかには、こうするといいですよ。あなたの場合はこうですね。あなたの場合は普通こうですけど、あなたの場合は多分違くってこうですね、とか、あの、それぞれ個別具体的なアドバイスはしますけど、それを元に、そのコーチング、僕によるコーチングを元に、現場で、 ちょっとその実践しなきゃならないのはこれ仕方がない。あなたがやらなきゃダメなので、そこは、じゃあ具体的にどうすればいいんですかって質問される方が多いんですけど、それを現場で練習してくださいってことなんです。その簡単な方向性のアドバイスはちゃんとやりますから、その上でその女性と、まあ実際に絡んで、で、目的意識がない喋り方。水草のような対応。 そういうものを現場である程度習得しなきゃならないので、えー、他の女性との交流はとても大切ですよって僕ずっと言ってますよね。まず男性に関してはそれを非常に注意していただきたい。で、まあじゃあ2、3やり取りして、 で、その、スケジュールの話まで、例えば相手がいいよって言ったとしてね、まあいいかもね、とかっていう返事とか女の子適当だから、男からするとね、いいかもね、ぐらいの返事が来て、いいかもねってどういう意味、もう今、日程決めていいのとかって男はなってしまうけど、いいかもね、とかって言われたら、そうだよね、久しぶりだもんね、で、その日話終わらせるよ。うん、例えば。それが水草のような、このやり方。 そこでいいかもねって言われたら、じゃあいつにするって。返事するでしょ、みんな。ダメ。それは仕事なんですよ。その仕事のトーンで女の子来られたら困るわ、女の子が。かわいそう。いいかもねって言っただけじゃんって思ってる。うん、だからいいかもねって言ってくれた以上、その、いいかもねって気持ちはあるんだから、相手のいいかもねを温めてあげないとダメじゃん うん、だから、こういう時期だよね、とか、あのー、例えば、春だったらあ、そろそろ桜が咲くね、とかあ、桜といえばこうだったね、ぐらいの話を2、3して、終わらせればいいんじゃないで、また1週間後とかに、この間いいかもねって言ったけんだけど、あのー、何月何日ぐらいとかどうかなとか連絡すればいいわけですよ。後から。それが水草の構えじゃないこれ水草の構えと呼ぼう。これから。 男はその水草の構えを常に意識して考えてみてください。はい。で、女性の場合だとこれと真逆で、男っていうのは次女性に対して、あなた女性ね。で、元彼と復縁したい場合。元彼っていうかその男の思考回路の場合は、これさ、今言ったのとは全く逆で、意味のない話を本当にしたくないです。だから、比較的早めに段取りの話して。 何が目的で連絡してきた俺に。<laughs> って、絶対に思ってる。で、まあ、一通二通ぐらいは往復しますけど、その先、意味ないような感じだったら、もう返事しない。あ、なんだこいつ意味ねえんだ。何もその話すネタがなくて、なんか未練で言ってきてるだけなんだ。もういいや。ってい,いつまで話してても、こいつの話には意味がないや。要はそのゴールがないや。っていう判断になるんですよ。で、さっき男性向けの話しましたけど、男性は常にゴール、 を意識して考えちゃいますよね。その、会う、復縁がゴールであり、復縁のためには誘って仲良くならなければならないし、それがゴールであり、そのためにはこの LINE を送って何かさす、その、日程決めなければならないっていうゴールだしっていう。ゴール意識が音が強いんで、その、あなたが <laughs>、例えば僕が元彼だとしてね、僕に連絡してきた時に、ゴールが何なのか分かんない話をされても、全然話す気にはならないですね。 なので、かといって、開講一番、ひし、あのー、久しぶりと、あのー、つきましてはいきなりね、何月何日、スケジュールは空いてますかとか、それはさすがに非常識だけど、まあ、その1往復ぐらいしたら、実は私っていう、私の気持ちね、軽く伝えてさ、あのー、久しぶりにあなたと食事でもしたくて、えー、連絡したんだ、っていうような感じの、そのゴールをもう伝えちゃってください、早めに。2往復目ぐらいにもう言っちゃっていいです、それは。 その上で、例えば男が、そうなんだね、とかって返事してきたりとか、あ最近でも俺忙しいからな、とかって言ってきたりとか、いろいろあると思うんだけど、何言われても、その話に完全拒否でもなければ、完全拒否だったら、いや、絶対お前とはいかないって言ってるのにも関わらず、さらにそのあなたがね、あのもう、その、スケジュールの話してきたら、それはもう、おかしい人っていう判断になるから、それはダメだけど、 完全拒否でもなければ、ちなみになんだけど、私何月何日の何曜、何月何日の何曜日と何月何日の何曜日、空いてるんだ、ぐらいなことは送ってくれないと、そっから話は進まないですよ、男は。これ女の子はね、だらだら話ししちゃうんですよ。あの、関係ないこと、余計なこと。男からするとね。 でも、女の子の世界においては、その余計な話のコミュニケーションで、相手との距離感とか、相手との共感度合いを測りながら、いいタイミングで本題出すっていうのが、女性同士のコミュニケーションなんですよ。だから、それを男に対してもやっちゃうから、男はイライラするの。男に対しては、社長だと思って、元彼、あなたの元彼は、あなたの社長だと思って、社長に雑談しますかってこと。 社長には雑談しませんよね。一言、あ、社長お疲れ様です。えっ、ー、と、またえっと、社長こうですね、みたいな。最近こうですね。こんなことありましたね。大変でしたね。つきましては次のその会議の予定なんですけどってなるよね。うん、それぐらいのスピーディーさで、あの、目的を伝えて。その方がまだ、その女性の場合は、復遍成功率が高いです。で、ただそれはテクニックだから、あの、そこに全力を注いじゃダメだよ。 やっぱり復縁ってテクニックも大切だけどテクニックではないんですよ。人間の心とか、あのー、人間の気持ち、人の温かさみたいなものが復縁にとっては大切なんですけど、そういうことを学ぼうという姿勢が気遣いじゃない相手に対するさ。それをテクニック、このテクニックで落とすんだと思って今のテクニック練習する姿勢と。 相手に対して、相手が嫌じゃないように、相手がストレスを感じないような連絡をしてあげたいなと思って、今のテクニックを練習する姿勢と、同じテクニックを練習するにしても、心の持ち方で全然違くないだからテクニック、このテクニックによってテクニックを習得して落とすんだっていう、このテクニックによって自分の目的を達成するんだっていう気持ちでいてはいけないですからね。 あくまでもこういうテクニックを練習するのは、練習するっていうか勉強したりとか、あの、ちょっとでも知識入れたりするのは、相手が嫌な気持ちにならないように、相手がストレスを感じないように、ただでさえこっち嫌われてるんだからっていう気持ちでね、ちょっとでもいい気持ちで、あの、僕からの、私からの連絡を受け取ってもらえるように、このように連絡しようっていう気遣いの気持ちで、そういうテクニックを練習するっていうのが正しい気持ちの持ち方だから。 ここの差もあるんですよ。これもテクニックテクニックになっちゃう人もいるから、うん、気をつけて。同じことやってんだよ。同じことやってるにしても、テクニックテクニックでテクニック学んじゃう人と、気遣い気遣いでテクニック学んじゃう人では、同じテクニックを学んでるのに、こっちは復縁失敗するし、こっちは復縁成功するんですよ、うん。最終的には心、そういう心の持ち方の問題というか、人間味、人間性の問題にはなるので、その辺は忘れないようにしといてください。はい。 今回は以上です。頑張っていきましょう。コンシェルジュでした。ではまた。